久保さん、今回、円にしましょうか。円。円安。なんかね、あの、YouTube 大学の中田さんだったかな田中さんもう中田さんなのか、田中さんなのか、未だに曖昧っていうね。<laughs> まあそんな見てないんで、でもすごいですね。450万人ぐらいチャンネル、あの講義、あの講義コンテンツで、450万人って驚異的ですよね。 すごいっすね。<laughs> うん。すごいっすね。時代の転換期かなっていう。ね、学校いらないなっていうとこですよね。<laughs> 学校いらんやん、みたいな。で、そのこ、なんかね、そのやつで、たまたまその僕見たのがあって、それがなんか、円安に触れてて、この円安に関しては、ただの円安じゃなくて、月が回ってきたみたいなね。 日本のすべてのこのつけが、この不景気のつけが30年間バブルが崩壊してからのこのずっとこう不景気続いて、その、うん、それが来た円安だから、これは普通の円安とはまた違うみたいなね。まあ、確かにななるほど、みたいなね。うん。まあまあこうやって普通に生きてますけど、まあ正直ね、その、 歴史背景を見ると、日本の企業、日本が儲かってる会社ってほぼないんですよね。うん。まあだから、まあ言う、大御所で言うならば、まあ、ね、バブル、バブルの時はすげえね、世界でも儲かってますみたいな会社が何十社もあったような、あったらしいですけどね。でも今はトヨタぐらいですよね、入るのが。うん。だからもう世界に出遅れたというか、 うーんだからまあ逆ですよね。昔はその、海外に、まあ賃金が安いから、海外に行って得をするみたいな感じですけど、今は逆なんですよね。日本が安いから、海外の人が日本に来て爆買いするみたいな。中国人の爆買いみたいなね。<laughs> 日本安いから、日本安いしクオリティもんまいいから、あの、観光客が来て爆買いしていくっていう。 何なんでしょうねだからそのなんだあ,あ,あれもありますよねその逆逆っすよね逆買収みたいな売なその日本人が海外に行って出稼ぎに行くっていうね体張ってね昔はそのね中国の方とか韓国とかその海外の人が日本に来て体が売るみたいなね あ,あ,のあれでしたけど今逆現象が起きてると中んか逆にその中国の人がなんだ日本や安いからこっち来る,来るみたいなね闇ですね <laughs> <laughs> うんそうまあそうは言ってもねやっぱニュースではねそんなあだこうだ騒がれていて 見えないところで世の中が色々動い動てるんだけどでも半径自分が見える世界はそんな大した変わってないからみんな動かないんでしょうねうんまあ僕もねあんまりそのまあ感じないんですよ別にすまあ確かに価格は上がってるって言ってもじゃあその買えない金額まで上がってんのかっていうと ぶっちゃが上がんないんですよねだ。その買えない金額まで上げちゃうと、特に僕はその鹿児島に来て思うのが、やっぱり東京に比べると安いんですよ、物が。ね。まあ、めちゃめちゃ開きがあるかっていうとそうでもないんですけども、まあ安いんですよ。でまあ僕のこれは見解ですけども、まあそもそも鹿児島のその給料、まあ求人雑誌とか見るんですけど、まあやっぱ平均的にまあ高くはないんですよね。安いんですよ。 だから安い給料、まあ、スーパーとかはねその地域の人に売るわけですから <laughs> その地域の人の給料が安いのに高くしたら売れないじゃないですか買えないですよねだから高くできないとでも高くできないから利益が取れないからっつってこのし,しわ寄せもねあのスーパー自体の圧迫もしてる部分もあるだろうしだから、まあ、今はできるけれども本当に原材料がね上がって もうこの価格で売ったらもう店が潰れるってなったらさすがにお店も、ね、高くしないといけないしでそうなってくると給料が安い人はあの買えなくなってきつくなるっていう、ね、そのうちそのスーパーのしわ寄せというか、ね、その国民が買うもののしわ寄せっていうのも今はた 頑張ってね、企業努力で頑張って耐えてる部分はあるんだけども、そのしわ寄せもそのうち溜まっていくので、うん、まあ無理だと。もうこれぐらい取らないと利益出ないからっつってバーンって一気に上がったりとかして、まあなるかもしれないですね。うん。だからね、本当まあ今平和です、今ね、世の中いろんな見えないところで動いてて、あのニュースとかも流れてたりとかしてますけども、やっぱり、 見えないですからね。大して変わってないんで、周りは。スーパーのね、たと、例えば卵がね、500円で、うん、変わってないですよ。卵500円とかね。うん、変わんないですよ、卵の値、ね、段、大した。まあ、鹿児島ね。うん、多分まあ、東京もね、今まで98円で買えてた卵が500円になってるって、そこまでの物価上昇はい今のところ多分ないと思うんですよ。多分数十円だと思うんですね。 もうこれが本当にその500円ぐらいな卵が500円ぐらいだった時に、結構その、うん、考えてなかった人はきついと思いますよ。そのお金に対してとかね。うん、そう。だからまあ今後その、時代、あの、情報を扱って情報をこう、先駆者の人たちは、うん、まあ日本離れですよね。まあほとんどの人がこう、日本を離れてってる部分、ね。 YouTube 大学の方もね、マレーシアでしたっけ海外行っちゃいましたけど、うん、なんか日本に、がもうなんか、あれですよね。魅力を感じたいというか <laughs>。うん。まあ、どこでも仕事がやっぱできるっていう時代が変わっちゃったんで、本当に場所を選ばないんですよね。 でも、僕は日本に留まるんであるならば、もう地方が一番いいと思いますけどね。うん、地方が僕はお得お。申し訳ないけどお得ですね。うん。地方はお得です。うんただ、その地方に関しても、やっぱね、ガソリンもね、僕もね、あ高く、ね、ね、あの、高くなったなと思うんですけど、今、鹿児島でガソリン百0 0廃屋180円、185円だったかな。高くなりました、ね、また。 うん、そう。ガソリンはやっぱね、地方とか多分あんま関係ないと思うんですよ。全国的に全部ガソリンは値上がってると思うんですけど、廃屋1 8 0円ぐらいするんですよ。昔なんか高速道路だとまあそれぐらいだったんですけど、下下でもそんぐらいするって。だから上だったらもう200円廃屋するんじゃないかな。うん、高いっすね。よかったっす。車買いといて。<laughs> 燃費品で。 燃費でね、昔のそのガソリンの給油の回数に比べると全然減ったから、すげえ、コスパ必須です、ね。ほんに燃費。うん。だ前はね、ちょっと走ったらすぐ入れてたんで、まあ、久保さんの車も燃費悪いと思うんですけど、本当にちょっと走ったらね、すぐ燃あのガソリン入れないといけなかったんで、今の車はね、昔の車の燃費の2.3倍ぐらい出るんで、まあ、 走り方によっては2.5倍ぐらい出ますから、その燃費が。いいっすね。うん、倍以上出るんで、うん。前の車が燃費ありすぎたってあれですけど。変わりますよ、いろいろと。これから。だから、まあ僕は逆にそのネットに触れて、情報に触れて、 自分でこう考えるようになったっていうところが非常にまあ良かったなと思いますね。一般の人はやっぱ考えないんで。普通に生きてたら考えないですよ。いろいろと。だって考えなくても会社にただ行ってね、あの、給料もらえるわけじゃないですか。いろんなことを考えなくても給料はもう入ってくるんで。やっぱりその、なんか明日会社が潰れるっていうことを考えることもないじゃないですか。まあなんとなくね、こう大丈夫なのかなっていうのはまあね、 ニュースとかでまあ煽られたりとかしたりとかね。まあ僕とかも言ったりとかもするので、まあなんとなくちょっと危機感はあったりもするんだけど、結局、次の日も会社あるから、ね。<laughs> 多分次の日会社がなくなって倒産してたら、ようやくそこで気づくんでしょうね。まあ僕なんかはね、やっぱ自分で稼いでるので、明日会社倒産するというか、まあ商品が売れなかったら、もう僕は倒産ですよ。 なんか常にやっぱ考えますし、どうやったら。まあ、明日もね、商品販売しますけどね。<laughs> 明日も円を稼ぎに行きますけどね。そう、円を稼いでも、円、円自体に、が、信用がなくなって価値がなくなるっていうね。まあ、そういう現象も起きてますけど、まあ、稼がないとね。円の、円の価値が下がったとしても、円で生きていくんだったら、円は稼がないといけないっていう。 いっしゃい